僕らにコーヒー買ってきてくれない？おっさん。それが、10年ぶりに帰ってきた俺を待ち受けていた言葉だった。長い年月を海外で過ごし、ようやく本社に帰還した俺だったが、俺を知らない若手社員は、ある勘違いをしながら言い放ったのだった。わかりました。命令に従って、素直にコーヒーを買いに行く俺。そして、自販機の前で、俺は運命の出会いをする。ここで何をしているんですか？突然こちらに話しかけてきたのは、スーツ姿の美女だった。俺を見下す若手社員に向かって、彼女は言い放った。知らないんですか？その方がどれだけ会社にとって重要か。え？俺を馬鹿にした若手社員はその後、自分の無知を深く後悔することになる。俺の名前は川崎智也。世界に支社を持つ大手企業、ササイテクノロジーに勤める36歳のサラリーマンだ。ああ、白髪。ずっと大忙しだったもんな。エレベーターの鏡に映る顔を見つめながら小さくつぶやく。実は、このササイテクノロジー本社を訪れるのは、実に10年ぶりのこと。10年前、ある日突然、海外支社への移動を命じられて、この度、ようやく念願の本社復帰が叶ったのだった。ああ、ここだ。懐かしいな。到着したのは、ビルの15階、営業部フロア。足を踏み入れると、懐かしくも新しい光景が広がっていた。オフィス内の配置は、ほとんど昔のままだったが、見慣れた顔ぶれはほとんどなく、この10年間で入社したらしい、若い社員たちの視線が集中する。あれ？誰か来たぞ。社員証を下げてる、中途かな？この半端な時期に？はは、まあ、そうなるよな。いきなり注目を浴びて、内心苦笑する俺。すると、ひときわ目を引く若者が立ち上がった。やあ、はじめまして。高級ブランドらしいスーツに身を包み、自信に満ちた表情で颯爽と歩いてくる。身長180センチはあろうかという長身に、きっちりとセットされた黒髪。整った顔立ち。他の社員たちの視線も、彼に釘付けになっているのが見て取れた。そういえば、近々、中途採用の社員が加わるって噂が、あなたですか？なんだよ、はっきりしないな。まあいいや、僕は鈴木、第三営業チームのリーダーです。鈴木と名乗った彼は、ふんと鼻を鳴らして腕を組んだ。見たところ年齢は20代後半ほど。その年でチームリーダーといえば、この会社ではスピード出世だ。見た目にも有能そうなオーラが溢れているが。ところでさ、早速で悪いけど、僕らにコーヒー買ってきてくれない？おっさん。え？フロア中の視線が俺に集まる。これも新入りの仕事だよ。ねえ。同意を求めるように、周囲に目配せをする鈴木くん。他の社員たちは、困ったように顔を見合わせた。まあいいか。俺は心の中でため息をついて、彼に向かって頭を下げた。わかりました。では、行ってまいります。そうそう、それでいいんだよ。にやりと笑ってうなずく鈴木くんに見送られ、俺は廊下にある自販機へと向かうのだった。これくらいで足りるかな。全員分ともなると、コーヒーを買うのも一苦労だ。腕いっぱいに冷たいコーヒーの缶を抱えて、オフィスに戻ろうと立ち上がった。その時。ここで何をしているんですか？え？凛とした声に横を向くと、すぐそばには、いつの間にか一人の女性が立っていた。まず目を引かれるのは、その端正な顔立ち。タイトなスーツを着こなす、抜群のスタイルと相まって、まるでモデルのようだ。とても真面目で、知的な雰囲気を漂わせているが、その顔に表情はなく、どこか冷たい印象を受けた。あなたは、川崎さんですね。この度、本社勤務となられた。はい。俺の社員証をちらっと一別して、事務的に確認する美女。そして、再び無表情で繰り返した。ここで、一体何を？それが、
俺が事情を説明しようとした、その時。鋭い声が廊下に響き渡った。おい、チュート、コーヒー買うのに何分かかってるんだよ。まさか無能なのか？なかなか帰ってこない俺に、痺れを切らした鈴木くんだった。鈴木くんは、ずんずんと大股でこちらに向かってくると、突然その足をピタッと止めた。あ、笹井さん。お疲れ様です。笹井さんと呼ばれた美女は、表情を崩すことなく、淡々とした挨拶を返した。驚いたように目を見開く鈴木くん。その方は、よく見るとほんのり赤い。もしかして、彼は。笹井さん、ちょうどいいところに、今中途採用のおっさんに上下関係を教えていたところです。こういうのは最初が肝心ですからね。いわゆるドヤ顔をして、鈴木くんは、なっと、俺の肩を強く叩く。すると初めて、笹井さんの表情がわずかに変化した。中途採用？はい、見るからに使えなさそうなおっさんですけど、そこは教育する人間の腕次第ですよね。僕の下に配属されたこと、彼も感謝すると思いますよ。なんといっても、日本で3本の指に入る私立大学でマネジメントを学んだ僕ですから。俺の肩をバンバン叩きながら、鈴木くんの口調はどんどん得意げなものになっていく。まるで自分の有能ぶりをアピールするように。どうやら彼は笹井さんに思いを寄せているようだ。ほら、おっさんも挨拶しろよな。彼女は社長好きの秘書さんだぞ。へえ、それは。そうだったのかと、俺はぐいっと押されるまま、笹井さんに、はじめまして、と頭を下げようとした。すると笹井さんは、いえ、結構です。俺の前に手のひらをかざして、一歩後ろに下がった。あなたに頭を下げさせたと知られれば、社長にお叱りを受けます、川崎部長。へ？間の抜けた声を上げたのは鈴木くん。そんな彼に、笹井さんは冷え切った声で尋ねた。あなたは、彼の社員証を見ていないんですか？え、社員証？確かに書いてあります。営業部長、川崎智也と。は？何かの冗談だろうという顔で、鈴木くんが俺の正面に回り込む。そして、胸元の社員証を穴が開くほどじっと見つめて、マジで、ですか？一瞬にして、額からさーっと青ざめていった。はい、マジです。俺は中途採用の社員ではなく、この度退社された部長に代わって、新たに営業部の部長へ就任した川崎と申します。挨拶をしようと、オフィスに顔を出したところ、うっかり中途採用の社員に間違われてしまった。そう説明すると、鈴木くんは、真っ青な顔でガタガタと全身を震わせた。申し訳。ちゃんと説明しなかったのも悪かったよ。ごめんね。まあ、同じ職場の仲間になるのは変わらないから。これ、挨拶代わりにと思って、どうぞ。そんな、受け取れません。恐れ多くて。そうは言っても、困るんだよな。受け取ってもらわないと。缶コーヒーの冷たさと重さで、そろそろ腕も限界だ。無理やり押し付けると、鈴木くんは今にも倒れそうな様子でよろめいた。そんな彼に、まるで氷のような視線を向けて、笹井さんは、とどめの言葉を言い放った。川崎新部長は、社長が最も期待を寄せる、次期社長候補です。え？この件は、社長にも報告しておきます。それと、私は、あなたのことを全く存じ上げていませんので、金輪際、気安く名前を呼ばないでください。思わず、俺までゾッとするほど淡々と、そう告げられて。鈴木くんは、そんな、と、愕然とした表情で崩れ落ちた。床にガラガラと、大量の缶コーヒーが転がり、ものすごい音を立てる。それさえも聞こえないかのように、笹井さんはスタスタと、早足でその場を立ち去っていく。ああ、これからよろしく、鈴木くん。慌てて缶コーヒーを拾い集めると、俺は笹井さんの後を追いかけた。笹井さん、待って。いくら俺が呼びかけても、笹井さんは全く立ち止まる気配がない。仕方なくこちらも速度を上げて、エレベーターホールに差し掛かったところで、やっと追いつくことができた。
笹井さんだよね。さっきはありがとう。そうですか。ようやく、彼女の足は立ち止まり、ゆっくりと振り向く。え？その瞬間、俺の中では何かが引っかかった。その端正な顔立ちに、改めてよく見れば、覚えがあったのだ。もしかして、彼女は、かなちゃん？とても懐かしい、その名前を口に出す。けれど、笹井さんの表情は一切変わらない。むしろ、さらに冷たさを増したような。かなちゃんじゃないか？あ、ほら、昔病院で。人違いです。きっぱりとした口調で、二べもなく断言される。川崎部長とお会いしたのも、今日が初めてです。事前に書類で情報は把握していましたが。ああ、そっか。ごめん、変なこと言って。それでは。無表情で一礼すると、笹井さんはエレベーターのボタンを押す。扉が開くと、彼女は振り返ることなく、エレベーターに乗り込み、今度こそ、俺の前から去っていったのだった。人違いか。また会えたと思ったのに、目の前で閉まる扉を眺めながら、俺の心は、20年以上前の記憶へと引き戻されていた。あれは小学6年生の夏休み。共働きの両親が忙しかったことで、俺は祖母の家に預けられていた。祖母には持病があり、週に2回、バスに乗って町の総合病院に通っていた。つまんないな。もう6年生だから、ちゃんと留守番できるって言ってるのに。一人にするのが不安だったのか、祖母は決まって俺を病院に連れて行った。とはいえ、祖母の診察を待つ間、やることがあるわけじゃない。退屈で退屈で、ある日とうとう我慢できなくなって、俺は病院内を探検することにした。何か、面白いことないかな？ブラブラと、当てもなく歩き回って。気づけば、俺は入院患者たちの部屋がある塔に入り込んでいた。あれ、こっからどうすればいいんだっけ？シーンと静まり返った空気に、きつい消毒液の匂い。廊下を歩くスタッフたちの表情も張り詰めていて、俺は急に不安が押し寄せてきた。もうすぐ祖母の診察も終わるはずだから戻りたい。だけど戻り方がわからない。どうしよう。思わず泣きそうになって、廊下の端にしゃがみ込んだ。その時だった。どうしたの、お兄ちゃん。え？頭の上で誰かの声がした。顔を上げると、そこにいたのは小さな女の子だった。髪をうなじで二つ結びにして、白いワンピースを着ていた。どこか痛いの？別に。カナがおまじないしてあげる。痛いの痛いの、飛んでけ。自分をカナと呼んだ女の子は、俺の頭に手のひらを乗せた。そして、痛いの痛いの飛んでけのおまじないをしてくれた。何度も何度も、優しく頭を撫でるように。もう大丈夫だから、痛くないよ。本当に？パーッと、花が咲くように笑った顔を、今でも覚えている。すごく可愛くて、あの時の俺には、まるで天使のように見えた。あら、花ちゃん。お友達ができたの？うん。え、いつの間にか俺は、かなちゃんのお友達になっていたが、たまたま通りかかった看護師さんに聞いて、無事に祖母のいる待合室へ戻ることができた。それから、俺は二度と、祖母の通院に付き添うことを退屈だと言わなくなった。お兄ちゃん！待ち合わせ場所は、病院の中心にある中庭。そこで、俺たちは一緒に遊ぶようになったのだ。俺が姿を見せると、かなちゃんは必ず満面の笑顔で手を振ってくれた。実は妹が欲しかった俺は、かくれんぼや鬼ごっこに付き合うのも苦ではなかった。ああ、帰りたくないな。ある日ふと、俺は独り言をこぼした。もうすぐ夏休みが終わる。そうすれば、両親と暮らす自宅へ戻ることになるけれど、夜遅くまで誰も帰ってこない家の中は、いつもシーンと静まり返っていて寂しい。両親には言えないけれど、帰りたくないが俺の本音だった。帰るの嫌なの、お兄ちゃん。え？顔を上げると、かなちゃんはきょとんと首をかしげていた。じゃあ、嫌だよって言わなきゃ、お兄ちゃんが嫌だってこと、わかんないよ。
あ。彼女の言葉に、俺は雷で撃たれたようなショックを受けた。俺が忙しい両親に遠慮して、本音を言えないことを見透かしたような。そんなことを言ってくれたのは、見るからに年下の女の子が初めてだった。そうだよね。かなちゃんの言う通りだ。かなはね、パパとママに言うよ。ぎゅーってしてほしいときは、ぎゅーってしてって。うん。その日の夜、俺は電話で、初めて両親に自分の思いを伝えた。夜は、なるべく早く帰ってきてほしい。家に一人でいるのは、嫌だよ。両親は驚いていたものの、気づかなくてごめんと謝ってくれた。そして職場に掛け合い、残業を減らせるように調整すると約束してくれた。この出来事がきっかけで、俺の考え方も変わった。気づいてもらえるのを待つのではなく、自分から思いを伝える。その大切さに気づいて、時には遠慮せず、相手に伝えることがお互いのためになることを知った。かなちゃんのおかげだよ。ありがとう。次に会えた時には、そう伝えようと心に決めた。けれど、それから二度と、俺がかなちゃんに会うことはなかった。ああ、かなちゃんはね、もう来ないのよ。彼女と顔見知りの看護師さんは、少し寂しそうな表情で教えてくれた。そのまま夏休みは終わり、俺は両親の元に戻って、あれから20年以上、すっかり大人になった今でも、昨日のことのように思い出せる。こちらに向かって手を振る、小さな女の子の笑顔を。思えば、あれが初恋だったのかもしれないな。どこかで元気にしているといいけれど、きっと、すごく綺麗な女性になっているだろうな。かなちゃんのことを折に触れて思い出しながら、これまで日々を過ごしてきた。笹井さんは、思わずハッとするほど面影が似ていた。かなちゃんとは似ても似つかない、冷たい表情をしていても。まさかな。こんな偶然あるわけが。きっと他人の空にだ。そう自分を納得させながら、部長就任の初日を過ごした。すると、その日のうちに、俺は笹井さんと再会することになった。おー、川崎くん、本当によく戻ってきてくれた。夕方、呼び出しを受けて社長室を訪れると、自ら出迎えてくれた笹井テクノロジーのトップ、笹井社長は、がっしりと俺の肩を抱いた。ご無沙汰しておりました、社長。10年か、ずいぶん長く向こうに置いてしまって、すまない。だが、本当によくやってくれた。ありがとうございます。社長の言葉に、俺は胸がじんと熱くなるほどの嬉しさを感じた。俺が移動する以前から、何かと目をかけ、期待を寄せてくれていた社長。今回の部長就任も、重役たちの反対を押し切っての大抜擢だという。さすがは、私の後を任せてもいいと、誰よりも信頼する君だ。これからも期待しているぞ。はい。社長の言葉に、俺は改めてこれから頑張ろうと身を引き締めた。その時、ところでだ、君をサポートしてもらうべく、今後は秘書をつけることにした。秘書ですか。ああ、なかなか有能だよ、彼女は。そう言うと社長は、デスクの電話で誰かを呼び出した。すると間もなく、ノックの音がしてドアが開く。お呼びですか、社長。こっちに来てくれ。川崎くん、紹介しよう。現在、私の秘書を務めてくれている、笹井くんだ。社長室に入ってきたスーツ姿の美女は、あの笹井さんだった。改めまして、笹井志乃と申します。よろしくお願いいたします。彼女は丁寧にお辞儀をしたが、その表情は午前中と変わらず、冷たいままだった。はっはっは、なかなか頼りになるが、見ての通り愛想が足りなくてな。そこは勘弁してくれよ、川崎くん。社長は笑いながら、笹井さんの肩をポンポンと叩いた。社長とその秘書にしては、妙に距離が近い気がする。その理由は、すぐに社長の口から明かされた。名字からも察したかと思うが、実は、しのは私の娘なんだ。え？似ていないか？よく言われるよ。はっはっは。そうですか。娘さんだったんですね。俺は複雑な思いを抱きながら頭を下げた。こちらこそ、笹井、篠さん。
その名前を口に出した瞬間、俺はやっぱりという納得と寂しさが混じった気持ちに見舞われた。かなちゃんから、パパは教授をしているのと聞いたことを思い出す。笹井社長は30年も前から笹井テクノロジーの経営者だ。その名前も生まれ育った家庭も、どれも笹井さんとかなちゃんは違っている。やっぱり違うのか。いい加減に初恋から卒業する時が来たのかもしれない。いつかもう一度かなちゃんに会ってお礼が言いたい。ずっと心の片隅に抱いていた夢はもう叶わないような気がして。俺は小さな胸の痛みと一緒に改めて彼女と向き合った。これからよろしくお願いします、笹井さん。こうして笹井さんは俺の秘書として一緒に営業部で働くことに。一週間ほど経つと、俺も部長としての業務に慣れてきて、彼女の人となりを観察する余裕も出てきた。部長、こちらが今月の営業実績報告書です。いつもの淡々とした口調で、報告書を差し出す笹井さん。それを一別しただけで、俺は思わず目を見張った。これは、報告書は単なる数字の羅列ではなく、緻密な分析と洞察に満ちていた。前月比 10% の売上増加の要因が、業界別、顧客規模別、さらには営業担当者別に細かく分析されている。さらに驚いたのは、各項目に対する具体的な改善策まで提示されていたことだ。この分析は、笹井さんが？はい。現在我が社が推進するデジタルトランスフォーメーションによる業務効率化の影響や、最近の為替変動を考慮した上での数値です。すごいな。俺は心から感心した。笹井さんの仕事ぶりは単に効率的で無駄がないだけでなく、常に俺が求めているものの一歩先を行っている。ありがとう。本当に助かるよ。笹井さんのおかげで我々の部署の方向性がクリアになった。いつも部長としての未熟さをカバーしてくれて本当にありがとう。恐縮です。もう見慣れた無表情を保ったまま、笹井さんは小さく頭を下げた。しかし、頭を上げると、その瞳にはわずかな、しかし、確かな自信の光が宿っているように見えた。もしかしたら、ただ冷たいだけの女性ではないのかもしれない。もっと知りたいな。他に何かご用がありますか、部長？ああ、そうじゃなくて、笹井さんのことを。私ですか？決して変な意味じゃなくて、一緒に働く以上、もう俺たちは仲間だから、仲間のことは知れば知るほど、さらに知りたいと思うよね、笹井さんも。仲間。小さくつぶやいて、笹井さんはわずかに眉をしかめた。考え込むような、初めて見る表情の変化。俺が、おっと思うのと同時に、再び彼女は無表情に戻ってしまった。申し訳ございません。私には分かりかねます。そっか。笹井さんにも分からないことがあるんだね、なんて。次回までに勉強しておきます。いいよいいよ。そんなに深刻に捉えなくて。人並み外れて優秀だけど、少々真面目すぎて融通が効かないところもある。そんなところが、むしろ非常に人間らしくて。やっぱり俺は、もっと笹井さんのことを知りたいよ。心の中で、密かにそう思うのだった。そんなある日のこと。昼食のため食堂に向かう途中、俺は廊下の角を曲がる直前で足を止めた。営業部の若手社員たちの話し声が聞こえたからだ。笹井さんって、やっぱりコネ入社かな？え？そうだよ。社長の娘なんだから、当たり前だろ。随分仕事ができるみたいだけど、あれって本当かな？まさか、そう見せかけてるか、裏で誰かが手伝ってるんだろ。ああ。つい立ち聞きをしながら、俺は気づけば眉をしかめていた。それより見たか、今日の態度。あくまで私は部長秘書のため、皆様のサポートはできかねますだって。ちょっと質問しただけなのにさ。どうせ答えられないからに決まってる。だって彼女は噂じゃ。それ本当だったのか？笹井さんが、だって。ここで、俺は深呼吸をして、角を曲がると、三人の社員たちの前に立った。
君たち、ちょっといいかな？部長、お疲れ様です。驚いた表情を浮かべる彼らに、俺は穏やかに、しかし、きっぱりと言い切った。笹井さんの話をしていたようだけど、彼女の仕事ぶりを実際に、間近で見ているのは俺なんだ。確かに、彼女は社長の娘さんだけど、その能力は本物だよ。はい。それに、陰で人の悪口を言うのも良くないね。何か問題があるなら、直接本人に伝えるべきだ。あの笹井さんにですか？ああ、それが難しいなら、部長である俺に相談してほしい。いつでも聞くよ。俺たちはチームなんだから、笹井さんも含めて。一緒にもっといいチームを作っていこうよ。まだまだ至らない部長だから、みんなも協力してくれると助かるな。そう最後に付け加えると、三人は次々と頭を下げた。はい、部長。すみませんでした。二度とこのようなことはしません。俺は微笑んで、彼らの肩を順番に軽く叩いていった。わかってくれてありがとう。それじゃ、午後も一緒に頑張ろう。ひとまず、思いが伝わったようでよかった。ほっと胸を撫で下ろしながら、その場を去ると。俺は、廊下の先に立つ人影を見つけた。笹井さん。お疲れ様です。ふいっと、すぐに視線をそらして。笹井さんは、俺の横をすり抜けて、ぎょっとする社員たちを一別もせず、無表情でオフィスに戻っていった。さっきの話、彼女も聞いていたのかな？あの無表情の下で、どんなことを思っていたんだろう。傷ついていないといいけど、そう願いながら、俺は食堂へ向かったのだった。やがて昼食を終え、オフィスに戻ると、笹井さんは、俺のデスクの前に立っていた。笹井さん、どうかした？川崎部長、これから少しお時間よろしいでしょうか？ああ、もちろん。笹井さんがそんなことを言い出すなんて初めてだ。俺が驚きながらうなずくと、いつもスラスラと言葉を紡ぐ笹井さんが、珍しく言いにくそうに口ごもって、やや間を開けた後、ようやく口を開いた。先ほどは、ありがとうございました。あれ、やっぱり聞いていたんだね。はい、部長は私のことをかばってくださいました。そんな、かばうだなんて大げさな。俺は当たり前のことを。嬉しかったです。笹井さんが、はっきりと自分の気持ちを言葉にした。それも、俺の秘書になってから初めてのことで、俺は驚きながら、思わず頬が緩むのを止められなかった。当たり前だよ。笹井さんは、営業部というチームの大切な仲間だからね。大切、私がですか？もちろんそうだよ。だから。無視されても構わない。そう思いながら、俺は笹井さんの前に片手を差し出した。これからもよろしく。頼りにしているよ。あ。俺の手を見た瞬間、その瞳が、わずかに揺れたように見えた。そして、はい、こちらこそ、よろしくお願いします、川崎部長。笹井さん。笹井さんは手を伸ばして、俺と握手を交わした。ひんやりと冷たい手で、しっかりと。この出来事を境に、彼女は少しずつ変わっていった。つまり、そういうこと、って、今のは物の例えというか、冗談のつもりで。はい、なんとなくわかりました。相変わらず無表情ではあるものの、俺の冗談に小さくうなずいてくれたり。部長、第二営業チームでトラブルが発生しているようです。自ら進んで部署内に目を向け、俺だけでなく、社員たちのこともさりげなくサポートしてくれたり。それでいて、部長秘書の仕事もますます完璧以上にこなす。そんな彼女の姿に、周囲の目も徐々に変化していった。そんなある日、営業部を挙げて進めていた大型案件が、とうとう契約成立という大成功を迎えた。やった！きっと社長も喜んでくださるよ！明るいニュースにオフィス内は大盛り上がり。俺も嬉しさのあまり立ち上がって、無意識に笹井さんの両手を握りしめていた。ああ、ごめん、つい。ああ。最近、少し距離が縮まったとはいえ、さすがにまずかったか。無反応で固まる笹井さんを見て、慌てて俺は手を離した。その時だった。
はい、よかったですね。笹井さんの口元がわずかに緩んだ。それはほんの小さな。けれど確かに初めて見る笑顔だった。あ、俺は思わず声を上げてしまった。その笑顔を見て、思い出の中の笑顔がはっきりと浮かんだから。どうかしましたか、部長。あ、いや、その、笹井さんの笑顔がとっても素敵で、びっくりしちゃったよ。え？自分が笑ったことに気づいていなかったのだろうか。笹井さんは目を大きく見開いて、照れたように、頬をほんのりとピンクに染めた。やっぱり似てるよな。胸の奥で、懐かしさと新しい感情が入り混じる。ずっと抱いていた、かなちゃんへの思いと、今目の前にいる、笹井さんへの気持ちが、俺は自分の変化に戸惑いながら、先ほどから心臓の音が気になって仕方なかった。俺は、もしかしたら、後日、大型案件の成功を祝う飲み会が開かれることに。俺は仕事で少し遅れて、会場である居酒屋の宴会場に入った。すでに飲み会は盛り上がっており、社員たちはちらほらと赤い顔をしていた。部長、こちらにどうぞ。先に向かってもらっていた笹井さんが、俺を自分の隣に案内してくれる。ありがとう。これで全員集まったかな。はい。改めて乾杯しますか？いや、いいよ。盛り上がりに水を差すのも悪いし。これまでの苦労を癒す社員たちを、俺も今までお疲れ様という気持ちで見渡す。すると、ふと宴会場の隅にいる人物が目に入った。おい、もうビールがないぞ。誰か注文。空のジョッキを掲げるのは、あの鈴木くんだった。思えば彼も、俺が部長に就任して以来、すっかり影が薄くなっていた。俺が新部長だったことがそれほどショックだったのか、はたまた、笹井さんにバッサリ切られたせいか。あれから覇気を失い、成績トップクラス常連の座からも転落してしまった。ちなみに、威張り散らす彼に怯えていた同僚たちは、今はのびのびと働いていて、それぞれ大きく成績を伸ばしているが、くそ！いつもこうだ！誰も俺の話なんか聞いちゃいない！こんなはずじゃ！そんな鈴木くんは、すでにかなり酔っているようだった。真っ赤な顔に、目はうつろで、ポツンと一人でビールを煽り続けている。周りの社員たちは彼を避けるように距離を置いていた。彼も部下の一人だ。部長として声をかけた方がいいだろう。本人に嫌がられても。俺が腰を浮かせたその時、鈴木くんの方が先にスクッと立ち上がった。そしてヨロヨロとした足取りで歩き始めた。俺と笹井さんがいるテーブルに向かって。やあ笹井さん。まるで俺の姿など見えないように、鈴木くんは笹井さんだけに話しかける。彼女の横にドカッと腰を下ろして、グラスを勝手にカチンと合わせた。飲み会に来るなんて初めてですね。一緒に飲みましょうよ。いえ、私は。俺だけにわかるほど、わずかな困惑を顔に浮かべて、笹井さんはグラスを置いて、鈴木くんの申し出を断った。あれ？それ水じゃないですか。飲んでないんですか？私はお酒が苦手で。ええー、マジですか？そりゃないでしょ。え？止める間もなかった。鈴木くんは酔っているとは思えない速さで、笹井さんのグラスへ勝手に瓶ビールを注いで、それをずいっと彼女の前に差し出した。ほら、一杯だけでも、いつも部長が言ってるじゃないですか？俺たちはチームの仲間だって。仲間は酒を酌み交わすものですよ。いや、やめて。嬉しかったな、笹井さんと仲間になれて。僕まだ諦めてないんで。笹井さん、しのさんのこと。にやっと不気味に笑って、鈴木くんがさらにズイッと、グラスを笹井さんの顔に近づけた。その瞬間、鈴木くん、やめるんだ。俺は立ち上がって、その手首を掴んでいた。笹井さんが嫌だと言ったのが聞こえなかったのか？飲みすぎているようだから今日はもう帰った方がいい。周囲の社員たちも俺の言葉にその通りとうなずく。すると鈴木くんの顔から笑みが消えた。ああ、そっか。鈴木くんの声が低くうなるように響く。みんな知らないんだな。
笹井さんがどういう人間なのか。あ、笹井さんの表情がこわばる。何の話だと社員たちがざわめき始める。すると鈴木くんの目は険しくつり上がり、まっすぐに笹井さんを指さした。自分で言えないなら僕が言ってやるよ。あんたが高卒だってことをな。あ、笹井さんの顔からみるみる血の気が引いていく。宴会場は水を打ったように静まり返った。そうそう、びっくりだよな。鈴木くんは周囲を見回しながら続ける。単に社長の娘ってだけでいい気になりやがって。普段あれほど偉そうにしてるのに、実は大学も出ていないんだぞ。俺たちは寝る暇もなく勉強して、厳しい入社試験を乗り越えてこの会社に入ったのに。いいよな、スタートから違う人は。鈴木くん。俺は遮るように声を荒げた。やめるんだ、それ以上は。けれど遅かった。真っ青になった笹井さんの肩は小刻みに震えて、その目にみるみる涙が浮かぶ。ごめん、これ二人分の会費で。財布から万札をありったけ出すと、俺は近くにいた社員の手に押し付けた。行こう、笹井さん。え？今にも涙がこぼれそうな笹井さんの手を取って、引っ張るように宴会場から連れ出す。そのまま居酒屋を出て、しばらく二人とも無言で歩き続けた。時々、笹井さんの震える肩を横目で見ながら、俺は迷っていた。こんな時、どんな言葉をかければいいのか。やがて、人通りの少ない通りに差し掛かった頃、突然ピタッと笹井さんが立ち止まった。川崎部長。震える声で笹井さんがつぶやく。どうして私をかばうんですか？え？俺は驚いて振り返った。月明かりに照らされた彼女の方には、こぼれ落ちた涙が光っていた。それは、やはり社長の娘だからですか？まるで出会ったばかりの頃のような固い口調で。笹井さんは淡々と続けた。父に押し付けられた私を、特別扱いしなければいけないから。違う。はっきりと俺は言い切った。間違っていると思うからだ。きちんと結果を出しているのに、単なる噂だけで努力をしていないと決めつけられるのは、笹井さんが毎日欠かさず、昼休みにオフィスで経営や営業の勉強をしているのを俺は知っているから。え？笹井さんの目が大きく見開かれた。けれどすぐに、俺から視線をそらすように伏せられる。ですが、私が高卒なのは事実です。父に大学進学を許してもらえなかったので。社長が？習うより慣れろだと。大学よりも自分のそばで知識を身につけるようにと。それは俺も知らない事実だった。経歴よりも実績を重視する。笹井社長が言いそうなことではあるが。顔を上げて、笹井さん。部長。笹井さんの能力は紛れもなく本物だ。君が社長のそばで学んできたこと、学ぼうと懸命に努力してきた事実は、みんなに高卒だと知れたからって消えるわけじゃない。そして確かな能力を身につけた今も継続して努力を続けている。それを知っているから、俺は笹井さんを尊敬するよ。そしてついかばいたくなってしまうんだ。パッと勢いよく笹井さんが顔を上げる。その目からは大粒の涙がいくつもこぼれ続けていた。ですが、もう結構です。笹井さんは一瞬ためらった後、小さな声で続けた。私の味方をすると、部長の立場も危うくなってしまいます。ただでさえ、父の一声で抜擢され、上層部には未だ今回の人事に反発する声があるのに。笹井さん、その言葉に、俺は胸がぎゅっと締め付けられるのを感じた。自分が危うい状況でも他人の立場を考えられる。やっぱり笹井さんは冷たいだけじゃない。優しい心も確かに持った女性なんだ。そうか。そんな女性だと気づいたから俺は。好きです。え？私のせいで傷ついたり、立場を危うくしてほしくありません。そんなことは耐えられないんです。私は部長が好きですから。まっすぐに俺の目を見つめて、笹井さんが口にした告白に俺は息を呑んだ。好きなんです。もう随分前から、もしかしたら部長も、なんて思ってしまったりもして、
だからかばってくれるのかななんて、勝手に、ごめんなさい。その声はどんどん小さくなり、笹井さんは再びうつむいていく。そんな彼女の肩を、俺はとっさに掴んだ。そうかもしれない。え？俺も傷ついてほしくないから、自分の立場が危うくなってでも、守りたいと思う。それも本当なんだ。君のことが好きだから。そう告げた瞬間から、笹井さんの目が、みるみる大きく見開かれていく。嘘。本当だよ。俺も笹井さんが好きだ。一緒にいるようになってから、かなちゃんを思い出すことは日に日に減っていって、代わりに笹井さんのことばかり考えるようになった。いつの間にか俺は、ずっと忘れられなかった初恋を乗り越えていたのだった。本当に？くしゃっと笹井さんの表情が歪む。今にもこぼれそうなほど溜まった涙に、俺はそっと指を伸ばした。本当だよ。だから、笹井さんの笑顔が見たいんだ。部長、川崎さん。勢いよく、笹井さんは胸元に飛び込んできた。俺は少しためらって、意を決して、その背中に腕を回した。川崎さん。俺の胸に顔をうずめて、笹井さんは声を上げて泣いた。きっと今まで、たくさん周囲の声に耐えてきたんだろう。大切な人を守りきれていなかった自分が情けなくて、俺は唇を噛みしめた。だけど、約束するよ。これからは、何があっても、君は俺が守るよ。その思いが伝わるように、俺は笹井さんを抱きしめる腕に力を込めたのだった。それから、ちょうど1ヶ月が経とうとしている。おはよう、笹井さん。おはようございます、川崎さん。はにかむように、表情を緩ませて、挨拶を返してくれる笹井さん。そんな彼女の様子に、愛しさがこみ上げてくる。俺たちは現在、密かに交際を進めている最中だ。ところで、川崎部長。昨日おっしゃられていた件ですが、こちらが調査の結果です。もう調べてくれたの、さすがだな。それが私の仕事ですので、それからこちらの資料は。相変わらずの有能さに加えて、きっちり講師を切り替えられるところにも、俺は感心させられるばかりだ。新しい一面を知るたびに、どんどん笹井さんへの思いが強くなる。笹井さんか。未だ、お互いを名字で呼び合っている俺たちだけど、いつか、しのさん、ともやさんと呼び合える日が来たら、そう思いながら、俺は笹井さんのサポートのおかげで、営業部長の仕事も順調にこなしていた。ところが、そんな順風満帆の日々に、突如暗雲が立ち込めた。あれ、何かあったのかな？ある日、俺はオフィスの妙な雰囲気に気づいた。仕事の話をする俺と笹井さんをチラチラと見ながら、社員たちが小声で言葉を交わし合っている。君たち、何かトラブルでもあったのか？不思議に思った俺が近づいていき、男性社員の一人に尋ねると、彼はぎょっと驚いた顔をして、続いて、罰が悪そうにうつむいた。それは、かつて廊下で笹井さんの噂話をしていた一人だった。問題があったら相談してほしいと、以前に伝えただろう。何でも聞くよ。その、彼は他の社員たちと顔を見合わせて、しばらく迷った後、意を決したように俺に教えてくれた。実は営業部に噂が流れているんです。噂？はい。川崎部長も実は能力がないのに、社長に取り入って部長になったんじゃないかって。え？異例の若さで部長に抜擢されて以来、覚悟はしていたつもりだった。けれど実際、この耳で部下たちの本音を聞くと、これまで積み上げてきた日々がガラガラと足元から崩れていくようなショックを受けた。それから、ここ最近の営業部が好調なのは全部自分のおかげだって、部長が行く先々で触れ回っているとも、みんな噂を聞いたそうです。そんな、どこからそんなデタラメが。それがよくわからなくて。誰に尋ねても、噂の出所は知らないという。けれど、俺の頭には、ある人物の顔が浮かんでいた。部下を疑うなんて、上司失格かもしれないけれど、まさか君なのか。その後、噂は静まるどころか、ますます広がるばかりで、もちろんそれは、笹井さんの耳にも届いてしまった。ごめんなさい。
私のせいで川崎さんまで。そんな、笹井さんは何も悪くない。みんなの心をまとめきれない俺の力不足だ。せっかく明るくなりつつあった笹井さんの表情も、俺が不甲斐ないせいで、再び曇ってしまった。けれど、どうすれば噂を鎮められるんだろう。みんなが笹井さんの実力をきちんと評価してくれるんだろう。俺が頭を抱えた、その矢先のことだった。あるトラブルによって、彼女が最大のピンチに陥ったのは、いよいよ本番だね、笹井さん。ええ、そうですね。この日の笹井さんは、いつになく緊張した様子を見せていた。その理由は、今回の商談が成功すれば、うちは海外シェアを大きく伸ばすことになる。決して逃せないチャンスだ。さすがに俺も緊張しているよ。そう。この笹井テクノロジーにとって、非常に重要な商談を兼ねた会議を控えていたからだった。その重要性だけに、各部署の部長クラスだけでなく、笹井社長をはじめとした役員たちまでもが出席する。そんな大舞台で、商談相手である海外企業のクライアントにプレゼンを行うのは、営業部の代表である、俺だった。だけど、今日までしっかり準備してきたから大丈夫だよ。笹井さんも分析や資料の準備でたくさん力を貸してくれたし。ええ、今日の会議でも、私にできる限りのサポートをします。川崎さんのために。小さく微笑んで、笹井さんがそっと、俺の背中に手を添えてくれる。これほど心強いエールが他にあるだろうか。俺の胸には、みるみる自信がみなぎって、きっと商談を成功させられると確信した。やがて、午後一番で会議はスタートした。会場である大会議室の緊張感漂う空気の中、俺はプレゼンを開始。スクリーンに映し出された資料を指し示しながら、緊張しつつも、自信を持って説明を進めていく。我が社がおすすめする新製品は、従来の問題点を解決し、さらに革新的な機能を追加しています。中央に座った海外から来たクライアントは、俺の説明に合わせてうなずいたり、時には目を丸くしたり、紹介している製品に対する関心の高さが伝わってきて、俺は内心で手応えを感じた。ちなみに、俺がプレゼンに使っているのは英語。アメリカ支社にいた経験が活かされ、きちんとプレゼン内容を伝えられているようで、一安心だ。なるほど。プレゼンが終盤に差し掛かると、専務がぽつりとつぶやくのが聞こえた。彼は、俺を営業部長に抜擢したいという社長に、最後まで反対していた一人だという。社長は今回直々に、この案件を俺に任せてくれた。実力はアピールして、未だに存在する反対派を黙らせろと。社長、ありがとうございます。俺が視線を送ると、社長は目を合わせて大きくうなずいてくれた。顔には微笑みが浮かんでいる。それに勇気づけられて、俺はますます言葉に込め、プレゼンを続けた。このグラフをご覧ください。スライドを操作してくれる笹井さんに合図して、スクリーンに映る画面を切り替える。我々には、今後の市場予測があります。我が社の製品を導入した場合、売上は前年比 150% アップ。こちらをお約束します。その瞬間、クライアントはガタッと椅子を立ち上がった。そして、大きな音を立てて拍手を始めたではないか。あ、俺は思わず、笹井さんと顔を見合わせて笑顔を浮かべた。クライアントは、プレゼンに納得してくれたどころか、その内容を絶賛してくれているのだ。ありがとうございます。こちらも深く頭を下げて、感謝の気持ちを伝える。ところが、その後だった。予期せぬトラブルが発生したのは、いくつか質問があるんだけど、いいかな。そんな意味の言葉を、クライアントが俺に伝える。俺は、もちろんですと答えて、あらかじめシミュレーションしていた質問の答えを頭に浮かべた。はずだったのだが。それじゃあまず、え？その瞬間、俺と笹井さんが同時に驚いたばかりではなかった。クライアントが発した言葉で、会議室の空気は凍りついた。なぜなら、その質問は英語でも、ましてや日本語でもなく、全く別の言語で発せられたのだから。ん？俺が質問に答えられずにいると、
クライアントはキョトンと首をかしげて、伝わらなかったと思ったのか、同じ質問を再び繰り返した。川崎さん。困惑した表情で、笹井さんが背後から俺に囁く。するとその時、会議室の後方で、一人の人物が不意に立ち上がった。早く翻訳をお願いしますよ、笹井さん。その人物とは、今後のためにと、会議に同席していた各営業チームのリーダー、そのうちの一人。その顔に不敵な笑みを浮かべた鈴木くんだった。え、私ですか？はい、聞きましたよ。数カ国語がペラペラだって。とても優秀な笹井さんですから、それくらいは朝飯前だろうと僕も思いまして、ぜひ彼女に翻訳をお願いしてはどうでしょう、皆さん。そんな。振り返ると、笹井さんはブンブンと首を振った。俺もそんな話は彼女から聞いたことがない。それどころか、英語も自信がないとこぼしていたのに。あれ？変だな。僕は確か、笹井さん本人から聞いたはずなのに。え？笹井さんが驚愕すると、鈴木くんはさらに声を張り上げた。まるで、会議室にいる全員へ聞かせるかのように。見栄を張って嘘をついたんですか？高卒だって馬鹿にされるのが嫌だから。その言葉が終わるや否や、別の人物が立ち上がった。君は誰だ？名前を名乗りなさい。険しい顔つきで鈴木くんを睨みつけたのは、笹井社長だった。その迫力に、鈴木くんだけでなく、会議室にいる誰もが、ごくっと息を呑む。質問を放置されたクライアントも困惑して、誰も言葉を発せない。ピンと張り詰めた糸のように緊迫した空気。もはや、これでは商談どころではない。誰もがそう思っただろう。その時だった。大変失礼しました。沈黙を破った人物に、全員の視線が一斉に集中する。その人物は咳払いをすると、クライアントに向かって笑顔を浮かべた。準備ができました。ご質問には、私がお答えさせていただきます。は？愕然としたような声を上げたのは、鈴木くんだった。そして彼は、俺を指さして鋭く叫んだ。あんたが左遷されたのはアメリカだろ？どうして英語だけじゃなくてフランス語まで喋れるんだよ。そう。俺がクライアントに向けて放ったのはフランス語だ。きちんと意味が伝わったのだろう。クライアントはほっと表情を和らげた。最初のご質問についてですが、私たちの新製品は独自開発した最先端の技術を使用しています。これにより、突発的に変化する条件に適応しつつ、リアルタイムでパフォーマンスを最適化することができるのです。なんと、それではコストの問題が。それについても心配はいりません。なぜなら、フランス語で質疑応答を交わしていくたびに、どんどん鈴木くんの口は大きく開いていく。まさしく、開いた口が塞がらないといった様子だ。そんな姿を横目で見ながら、俺は思い出していた。本社に復帰するまでの10年間、自分が過ごしていた日々について。え、アメリカですか？いきなり異動の辞令を受けた時の衝撃は、今でも鮮明に覚えている。当時26歳だった俺は、ようやく仕事にも慣れて、周囲からも認められ始めて、まさにこれからという時だった。川崎くん、頼めるのは君だけなんだ。この通りだ。社長、頭を上げてください。実は、我が社のアメリカ市場での営業成績が急激に落ち込んでいる。現地スタッフだけでは状況を打開できそうにない。君にはこれからアメリカ支社の立て直しに向かってもらいたい。そんな、どうして自分を？確かに君は若い。しかし、君の営業力と適応力、またピンチを切り抜けるとっさの判断力には、私も報告を受けるたびに感心している。君ならきっと現地の問題を解決できる。頼むぞ、川崎くん。社長、あまりに責任重大で、俺一人が背負うには大きすぎる使命だった。けれど社長は、あらゆる手を尽くした末に、最後の望みを俺に託してくれた。そのことが、表情から痛いほどに伝わってきて。わかりました。行かせていただきます。本当か？行ってくれるのか、川崎くん。はい。入社した当時から、何かと目をかけてくれた社長の期待に応えたい。俺は使命感に燃えて、1ヶ月後にアメリカへと旅立った。日本の支社から来ました、川崎です。よろしくお願いします。アメリカ支社では、
表向きは勉強のためやってきた若手社員として働きつつ、裏では営業戦略の全面的な見直しを進めることになった。しかし、当然それは簡単ではなかった。よそ者が偉そうにして、さっさと日本に帰れ！現地スタッフは、日本から来た若造がどういうつもりだ、と。俺の言動にいちいち警戒の目を向けてきた。特に年配の重役たちは、俺の提案に全く耳を貸そうとしなかった。こんな時は、きっと日本もアメリカも一緒だ。そこで俺は、まず信頼を得ることから始めた。朝一番に出社し、夜は誰よりも遅くまでオフィスで仕事。営業担当たちの後をついて回り、彼らの仕事ぶりを観察させてもらった。休憩時間には積極的に話しかけ、アメリカの文化や習慣、そして営業の苦労話に耳を傾けた。お前なかなかいいやつだな。見直したよ。ある日、冷たかったベテランスタッフがそう言ってくれた。少しずつだけど、信頼を寄せてくれている。そう思えたのを合図に、俺は次の行動を開始した。市場調査を徹底的に行いましょう。そう会議で提案すると、俺は自らクライアントを一社ずつ訪問し、彼らのニーズや不満を直接聞いて回った。すると、その過程で営業成績が悪化している原因が明らかになった。日本から輸出された新製品が現地のニーズと微妙にずれていたのだ。そこで俺は新しい営業戦略を練り上げた。製品のカスタマイズやアフターサービスの利用など、それぞれの悩みや要望に寄り添ったオーダーメイドな提案をクライアントに行っていきませんか？この新戦略をスタッフたちに伝えると、最初は懐疑的だった彼らも、俺が収集してきた生の声を聞くと、次第に協力的になっていった。そして、アメリカ支社全体が一丸となった、懸命な努力の結果、約1年後、ついに成果が現れた。新規大口クライアントの獲得に成功し、また、失いかけていた既存クライアントとの関係も修復できたのだ。さらに1年後には、なんと売り上げを前年比 150% まで急回復させることができた。素晴らしい。私が見込んだ以上の成果を出してくれたな、川崎くん。俺の報告に社長も大喜びだった。俺も喜びに包まれながら、これで日本に帰れる、と安堵した。ところが、相談なのだが、このままフランス支社に移動してくれないか。え？向こうでも問題が発生しているらしい。アメリカ支社を見事立て直した腕を見込んで頼む。そんな、フランス語なんて話せませんよ。君ならどうにかできるだろう。これは社長命令だ。ええ？俺は半ば無理やり、今度はフランスへと旅立つことになって。よくやってくれた。次は。またですか？再び2年ほどでフランス支社の問題を解決すると、次はベトナムへ。その次はイタリア、次は中国と、それぞれの支社で問題が発生するたび、俺は社長命令で世界中を転々とする羽目に。もちろん、各国の言葉は現地でがむしゃらに覚えざるを得ず、あまりに忙しい日々を送っていたら、いつの間にか10年もの月日が経過していた。本当にありがとう、川崎くん。君のおかげで、どこの支社にも問題がなくなった。あ、ついては日本に戻ってきてくれるか。いいんですか？今度こそ本当に。ああ。電話の向こうで、社長が力強くうなずいてくれた気配がした。ところが、それに続いた言葉で、俺は絶句することになる。日本に戻った暁には、君を新たな営業部長に指名する。そして、次期社長候補の一人にも加えよう。え？帰国後、本人から聞いたところによると、アメリカ支社を立て直した時点で、社長は俺を次期社長候補の筆頭に加えていたという。周囲を納得させるために、各国の支社で結果を出させることを考えたのだ。それでもなお、部長就任については、年が若すぎるのでは、と反対意見が上がったものの、それを押し切る形で、社長は俺を部長に抜擢してくれたのだった。ちなみに先ほど、質問に答えるのが遅れたのは、突然のことで、とっさにフランス語を思い出せなかったから。準備さえ整えば、フランス語だろうと、中国語だろうと対応できる。そんなメッセージを込めて、じろっと鈴木くんを睨むと、
彼は顔面蒼白になり、こそこそと隠れるように会議室を出て行ったのだった。素晴らしい。途中トラブルはあったが、これほど満足できた取引は初めてだ。すべての質問を終えたクライアントは、声を震わせて両手を広げた。そのままこちらに向かってきて、ものすごい力で思い切り俺を抱きしめた。それじゃあ、もちろん、今すぐ契約だ。その瞬間、会議室には大きな拍手が巻き起こった。社長をはじめとして、全員が俺に笑顔で拍手を送ってくれる。振り向けば、笹井さんも。目を潤ませて、拍手と共に微笑んでくれていた。それが何よりも嬉しかった。ありがとうございます。よろしくお願いします。こうして俺は、商談を成立させることができた。トラブルはあったものの、会議は無事に終了したのだった。会議の後、俺たちはクライアントを玄関で見送った。それから、お互いの顔を見合わせる。お疲れ様でした。川崎さん、それと、ありがとうございました。こちらこそ、笹井さんのおかげで。その時、背後で自動ドアが開いた。俺たちが同時に振り返ると、そこに立っていたのは。あんたのせいでもう終わりだ。目を血走らせて、ブツブツと独り言をつぶやいて、誰が見ても明らかに様子がおかしい鈴木くんだった。鈴木さん。おとなしく恥をかいたらよかったんだ。そうしたら僕が助けてやったのに。落ち着くんだ、鈴木くん。刺激しないように静かに声をかけて、俺は怯える笹井さんをかばいながら、少しずつ彼と距離を取る。しかし、それが逆効果だった。僕は篠乃と話してるんだよ。邪魔者は引っ込んでろ。突然バッと顔を上げて、鈴木くんは唾を飛ばして激高。そして、次の瞬間。高卒女のくせに！俺の背後にいる笹井さんに向かって、拳を振り上げながら突進してきた。キャッ！かなちゃん！俺は笹井さんを抱きかかえるように、間一髪で攻撃をかわした。ところが、鈴木くんは止まらない。見せつけてんじゃねえよ。あんたなんか、あんたらなんか。彼が持ち上げたのは、玄関にあった観葉植物の鉢だった。それを、足元をよろめかせながら、持ち上げ、高く掲げる。まとめてくらえ！そう叫びながら、俺たちに向かって、鉢を振り下ろそうとした。その瞬間だった。やめろ！重く厳しい声が、あたり一帯に響き渡って、鈴木くんは、その手から地面に鉢を5トンと落とした。社長。念のため様子を見に来て正解だった。君は先ほどの営業部の鈴木だな。私の娘と川崎くんに何をしている？あ。社長の言葉で鈴木くんは正気を取り戻したようだった。ガタガタと全身を震わせて顔面蒼白になって頭を抱える。違うんです。これはその、話は後で聞く。ひとまず、社長室に連れて行き、見張っていてくれ。ああ！鈴木くんが目を見開くのと同時に、社長が一緒に連れてきた警備員たちが、彼の肩や腕を背後から掴んだ。話せ！違うんです、社長！僕はただ、篠さんが。そのまま抵抗する鈴木くんを、会社の中へと連行していくのだった。そうだ、笹井さん！どこか怪我はないかと、俺は背後を振り返った。よほど怖かったのか、笹井さんは呆然と立ち尽くしていて。篠、大丈夫か？社長が声をかけると、彼女はようやく言葉を発した。誰ですか？え？さっき川崎さんが、かなちゃんって。あ、この時まで、俺は気づいていなかった。笹井さんをかばいながら、とっさにかなちゃんと叫んだことに。私は、やっぱりどこにもいなかった。くしゃっと、その顔が歪んだ直後だった。笹井さんは俺に背中を向けて、会社の前に広がる通りを駆け出した。笹井さん！待つんだ、川崎くん。追いかけようとした俺の肩を、社長が掴んで止めた。篠は、少し一人にしてやってくれ。それより、君に話したいことがある。え？会社近くの喫茶店。俺を連れてきた社長は、長い沈黙の後、静かに口を開いた。君は知っていたのか？え、知っていた、とは。篠のこと。いや、カナのことをだ。
あ、社長は確かに、はっきりかなと言った。俺が驚きで言葉を失うと、彼はさらに驚きの事実を告げた。シノは、私にとって実の娘ではない。あの子が支えかなだった頃、シノには実の両親がいた。私の弟夫婦だ。どういうことですか？笹井さんはそのことを。知らない。というよりも全く覚えていないんだ。あの子には8歳から昔の記憶がないんだ。俺の目をまっすぐに見つめて社長がそう告げた。そこから彼が語るかなちゃんの過去は始まった。かなちゃんの両親はもともと同じ病気で入院する患者同士だった。一緒に辛い闘病生活を耐える中で、二人は少しずつ思い合うようになっていった。そして幸いにも病状が回復し、二人とも退院することができた後に結婚。やがて、可愛い一人娘にも恵まれ、家族三人で幸せな日々を過ごしていた。ところが、残酷なことに、弟たちは同時期に病気が再発した。再び二人で入院することになり、カナは私が預かった。あの子は毎日のように両親へ会いに行き、痛いの痛いの飛んでいけとおまじないをしていたそうだ。だが、俺がカナちゃんと出会ったのは、彼女の両親が亡くなる直前だった。最初は社長の弟さんが、続いて奥さんが、まるで一緒に天国へ旅立つように、相次いで息を引き取って、パパ、ママ、やだよ。カナを一人ぼっちにしないで。両親の入院中、一度も泣いて社長を困らせなかったカナちゃんは、葬儀で声を上げて泣いた。そして泣き疲れた後は、こんこんと眠り続けて、次に目を覚ました時には、それまでの記憶をすべて失っていた。そんな、あまりにもショックが大きすぎたんだろう。あの子は自分の心を守るために、自ら記憶を封印したんだ。弟たちにもらった、カナという名前ごと。ここまで語ると、社長は両手で顔を覆った。まるで、これから過去を懺悔するかのように。それでいいと、あの時の私も思った。たった一人の命が、幸せに生きていけるのなら、無理に思い出させる必要はないと。だから、新しくシノと、私が名付け、解明手続きを行った。それから、正式に自分の元へ引き取り、最初から自分の娘だったと教えた。本当の両親を思い出させるのも、彼女の周囲から徹底的に遠ざけた。そして、20年以上を親子として過ごしてきて、社長は今、これで良かったのかと迷っていた。記憶が戻らなくとも、何かを忘れていることには気づいている。あの子はずっと悩んできたんだ。自分が本当は何者なのかということに。あ、川崎くん。社長はテーブルに両手をついて、俺に頭を下げていた。あの子の元に行ってやってくれ。君ならきっと。それから、俺が向かったのは会社近くの公園だった。社長から、あの子が悩んだ時は、決まってそこにいると聞いたから。すると、社長の言う通り、笹井さんはベンチにポツンと座っていた。笹井さん、俺が声をかけると、彼女はゆっくりと顔を上げた。その目は、今まで泣いていたことを示すように真っ赤だった。川崎さん。声を震わせながら、笹井さんは俺を見つめる。子供の時から思っていたんです。私には何かが足りない。何か大事なことを忘れているんじゃないかって。うん。俺はそっと彼女の隣に座った。8歳より前のことが全く思い出せないんです。私は何を忘れて、忘れる前の私は、私だって言えるんですか？止まっていた涙が、ポロポロと再びこぼれ始めた。本当の自分はどこにもいないんです。私は一体誰なの？川崎さんが好きだと言ってくれたのは、本当に私で。笹井さん、篠さん。目が合った瞬間、俺は思わず彼女を抱きしめていた。違うよ、篠さん。君は今、ここにいる。今ちゃんと俺の前に。え？俺が好きになったのは君なんだ。頭が良くて冷静で、時々冗談が通じなくて、誰よりも真摯に仕事と向き合い、本当は優しい君を。は？大きく、篠さんが目を見開く。
記憶を失っても、彼女の中にはちゃんと、かなちゃんの優しさも残っていた。自分が辛い時でも、俺を笑顔で励ましてくれた優しさが。だからきっと、俺はしのさんを好きになった。そして、しのさんを知れば知るほど、ますます好きになっていった。だから、思い出せなくてもいい。君が忘れている過去も、今も未来も、すべてひっくるめて、俺は君が好きだ、しのさん。川崎さん、ともやさん。初めて、俺の名前を呼んだ瞬間、ひときわ大きな涙の粒が、その頬を滑り落ちていった。私ずっと怖かった。自分のこともわからないのに、他人と関わることが、怖くてずっと逃げ続けて。うん。わざと冷たくしたら、みんな離れていって、これでいいんだって。うん。でも、言葉を切って、しのさんは大きく深呼吸をした。それから、俺の目をまっすぐに見つめる。でも、ともやさんだけは違いました。こんな私と向き合い続けて、受け入れてくれて、こうして全てを受け止めてくれて。その時、しのさんは目を細めて微笑んだ。これまで見せてくれた中で、一番優しく、一番綺麗に、微笑みながら、俺の手をそっと握った。ありがとう。本当にありがとう。ともやさんのおかげで、私は、初めて私を好きになれそうです。しのさん。ともやさんが好きだと言ってくれた私を、私も好きになりたい。これが私なんだって、みんなに伝えたいです、これから。うん。見ていてくれますか、ともやさん。たとえうまくいかなくても。もちろん。これからも、いつでもそばにいるよ。そう伝えながら、もう一度しのさんを抱きしめる。今度はしのさんも、ぎゅっと強く抱きしめ返してくれた。しのさん、俺からも、一つお願いがあるんだ。え？その後、プレゼンの妨害と、俺たちに対する襲撃を重く見られ、鈴木くんには懲戒解雇の処分が下った。社長が厳しく問い詰めると、彼は全てを明らかにした。密かに、俺の社内 PC を使って、俺の名前でクライアントにメールを送ったこと。その際、我が社には語学に優れた人材がいるので、質疑応答は英語ではなく、母国語で構いませんと、フランス出身のクライアントに伝えていたこと。しのさんが通訳できないのを知っていて、彼女をピンチに陥れた後に助け舟を出し、自分の株を上げる計画だったこと。そして、俺たちの噂を流していた張本人だったこと。大変申し訳ありませんでした。散々社長に絞られたのだろう。会社を去る間際の鈴木くんは、すっかり意気消沈して、別人のように物静かだった。俺やしのさんと顔を合わせるたび、挨拶のように謝罪を繰り返していたので、きっと反省していたのだと信じたい。どこか別の場所で、一から謙虚に再スタートしていることを願うばかりだ。別人のようといえば、しのさんの変化も営業部では大きな話題を呼んでいる。私も一緒にお昼に行ってもいいですか？ええ、もちろんぜひ。ありがとうございます。嬉しいです。彼女は記憶を失った自分を受け入れ、未来に向かって歩み出した。その第一歩として、自分から周囲と関わり始めて、思いを言葉で伝え、時には笑顔も見せるようになったのだ。笹井さん、ごめん俺たち。部長も、すみませんでした。しのさんの変化は、周囲の社員たちの心も動かした。その努力や才能に、自ら目を向けて、その上できちんと彼女を、それから、俺のことも改めて評価して、噂を鵜呑みにしたことを、俺たちに謝罪してくれたのだ。みんな、ありがとう。それから、聞いてほしいことがある。時に、噂で惑わされてしまうのは、人として仕方ないことだ。けれど、大切なのはその後。その噂が本当なのか、自分の目や耳でそれぞれが判断すること。そして間違っていたら、素直に認めて考えを改めること。それが大切なんだと、俺が語りかける言葉に、誰もが真剣に耳を傾けてくれた。そうやって、これからますます、いいチームになっていこう。よろしくお願いします。頭を下げた俺に、彼らははいと、大きな返事と、割れんばかりの拍手を送ってくれた。そして、チームの仲間に隠し事はなしですよ、部長。そうです。笹井さんとの件は、
いつ報告してくれるんですか？え？とっくに気づかれていたのか。俺と篠さんは顔を見合わせて苦笑いをした。そして二人とも照れながら、実は、と切り出したのだった。やがて、チームとして一丸となった営業部が、以前に増して好成績を上げるようになった頃、俺と篠さんは、ある日とある墓地を訪れた。ここが、私の本当の両親のお墓だって父が教えてくれたの。笹池と書かれた墓石に、篠さんと並んで手を合わせる。顔を上げると、篠さんは俺に微笑んだ。ありがとう。あの時、智也さんが社長と話してほしいって言ってくれたから、私は初めて父ともまっすぐ向き合えた気がするの。じゃあ。それが、私がカナという名前だったと聞いても、やっぱりピンとこなかった。記憶が戻ってくることも。だけど、それでいいの。そう言って、篠さんは目を細めた。大学に進学させてくれなかったのは、私のためだったの。本当のお父さんが大学教授をしていたから、万が一記憶を取り戻すきっかけと出会わないように、その代わり自分が知っていることは全て教えてくれた。そうやって、いつも私を思ってくれていたのがお父さんだから。篠という名前は、本当の両親が好きだったアジサイからつけてくれた。記憶が戻らないように守りながら、同時に本当の両親とのつながりも作ってくれた。そんなお父さんは、これからも大好きなお父さんだから。そう言って、篠さんは、輝くような満面の笑顔を浮かべたのだった。お父さん、お母さん、私には今、支えていきたい人がいるの。ほら、とっても素敵な人でしょ。篠さんに紹介されて、俺も空を見上げて語りかける。はじめまして。お嬢さんには、いつも支えてもらっていて、俺も、彼女を支えられる人間でありたいと思っています。二人で支え合って、きっと幸せになります。その誓いは、風に乗って、きっと天国にいる二人の元まで届いたはずだ。行こうか、篠さん。次はいよいよ、社長に挨拶だ。緊張してるの？智也さん。そりゃもちろん。笑い合いながら、自然に手をつなぐ。俺たちは二人で、未来に向かって一緒に歩き始めた。それを誰かが祝福してくれるように。優しい風がいつまでも、俺たちを包んでくれていたのだった。誰かの言葉や噂に惑わされてしまうことは人間なら仕方ない。けれど、その真偽を自分で確かめ、真実を知ろうとすることが大切なんだ。自分が目指す未来へ進むために、そして大切な人の笑顔を守るためにも、そして自分の思いは言葉にして相手に伝えよう。それがお互いをより強くつないでくれる。予想もしていなかった未来が目の前に広がるかもしれないから。